瀬戸内海で撮影されたこの映像がイルカである可能性は、はい、玉野市の玉野海洋博物館館長に鑑定を依頼。するとイルカの可能性はあると思います。はい、なんとイルカの可能性あり。牛窓の前島の周辺にあのスナメリっていうあのちっちゃなあのイルカがいるんですけれども。スナメリ、はい、それはもうイルカと同じと考えていいんですか。あ、そうですね、はい、あのもう本当に一番小さいあの大きさのイルカになります。館長によればクジラの仲間の中で体長が4メートル以下のものがイルカと呼ばれ、スナメリはその中でも最も小さいイルカ。特徴は体全体の色が薄いグレーで、背びれはなく丸みを帯びた愛らしい顔。こんな可愛い生き物が身近な海瀬戸内海に存在しているというのです。館長の情報を頼りにスナメリが生息するという瀬戸内市牛窓町へ。漁協の人なら何か知っているかも。すいません、はい、こんにちは、 OHK です。はい、すいません、あのこの辺りにスナメリがいるという話を聞いてですね。昔はいました。あそこで見えてる、ここで見えてるような感じで、こう今は何ヶ月に一遍も見るか見んかじゃろ。今年はまだ見てねえな。あ、そう。地元の漁業者によれば、昔は確かにたくさんいたスナメリ。瀬戸内海は全国でも有数の生息地だったといいます。しかし今ではめっきり見なくなったそう。それもそのはず、調べてみると岡山県で絶滅が危惧されている動物のリストの中にもスナメリの項目が。ここ数十年で個体数は激減していたのです。職員の女性が見せてくれたのは、息ができなくて死んでしまった赤ちゃんです。底引き網に引っかかり死んでしまったスナメリでも思わず写真に撮るほど現在は貴重な存在。何回か見たことは私はないんですよ。見に行ってみたいんですけど。これは見てますよ、ここで撮ったんで。あ、でもこれでもなくなってるから。あ、生きてるやつはなかなか見られないっていうような。可愛、はいはい、いんで私も実際本物を見てみたいんですけど、本物というか生きたスナメリを。実は瀬戸内海の食物連鎖の頂点に位置しているというスナメリ。スナメリがいるということは餌となる小魚などが豊富な綺麗な海であるということ。スナメリは海の状態を測る一つのバロメーターでもあるのです。そこで今回は難所で総力を挙げて瀬戸内海に住むイルカスナメリを探索。地元の綺麗な海を信じて自分の目でこの可愛い生物を見つけるまで帰りませんよ。お願いします。小型の船に乗り込み向かうはスナメリ目撃情報があるポイントへ。牛窓のスナメリを見守る会小野塚さんが同行サポートをしてくれます。その向こうに島が1個見えてるでしょ、はい、あれが木島っていう島 でこれが前島ですよね。そうですね、その木島と前島の間を抜けていくんですけど、牛窓沖にある前島と木島、青島の間がスナメリポイント。しかし、ここで一つ問題が。スナメリってすごく海水面に出た時に地味なんで、なかなかね、注意して見てないと見つけれないんですよ。出現しても見逃してしまうという可能性が高いんで、からこう一点を集中して見るというよりも広い範囲をぼんやり見るような感じで、どっか海面に異変があったなと思ったらそれを確認する。結構しっかり広く見渡した方がいいんですね。そう、見えると言っても息継ぎのタイミングで少しの間海面に姿を現すだけ。とっても地味なのでちょっとの海面の変化も見逃してはならないのです。
いやなんかボラか、なんかめっちゃ飛んでるんですけど、普通の魚。ややこしい。びっくりしたやん。するとその時、嘘、どこ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 、2頭、え、どこですか、あの白い V が浮いてるでしょ、はいはい、あの横ぐらい、そこ V の右手ぐらい、え、今まだ出てる、あー、飛んだ、え、斜め前方にスナメリの背中を発見。しかし言われていた通り見え方が非常に地味。前行くよ、うん、ちょっとエンジン切って一回。しかし数分待機したものの同じ場所で水面に変化が訪れることはありませんでした。さっき一瞬出てきたスナメリなんですけど、はいはい、もう出てきづらいんですか。さっきのがですね、もしあの移動中、あの通りすがりの、僕らは流しのスナメリって呼ぶんですけど、流しのスナメリ、流しのスナメリだとすると移動中なんで、行く途中なんで、次がもう発見できない可能性が高いんですよ。流しのスナメリはどこかに移動している途中なので、同じ場所で待っていても再び現れる可能性は少ないというのです。しかしこのままではスナメリをこの目で見たと胸を張って言えない。この先が、その辺りがですね、餌場にしてるだろうと僕らが踏んでるとこなんで、いわゆるポイントになるところ、ポイントになるところですね。次は流しのスナメリではなく、一箇所にとどまっているスナメリを狙い、その全貌を捉えたい。そこで餌場とされる場所で根気強く粘る作戦へ。この広い瀬戸内海のどこかからスナメリよ、出てこい。なんかここ出て、めっちゃ出てきそうな。あー、いた、うわ、今が、うわ、すごい見えました。またも地味ながらスナメリの姿を発見。しかしさっきと違うのは、今回は同じ場所で何度も確認できたのです。多分ね、これしばらくご飯食べてますね。うん、そこですぐさま今見えた場所にドローンを飛ばし、海上からスナメリに迫ることに。花田さん、もうちょっと右ぐらいです。もっと右です。そのちょっと奥ぐらいのところに立ってました。もう多分今のドローン映ったん違うかな、入ったん違うかな。ドローンに映っていた映像がこちら。海面にゆっくりと現れたのは、瀬戸内海を悠々と泳ぐ小さなイルカ、スナメリ。しかし息継ぎを終えると、わずか13秒で再び水の中へ。姿を見せてくれるのはほんの一瞬だからこそ、なかなか出会えない。長年スナメリを追いかけている小野塚さんも、ここまではっきりスナメリを捉えたことはないと言います。へえ、うわ、すごい。これかなり運がいい方ですか、僕。めちゃめちゃラッキーです。